岩松亮のオールナイトニッポン。はい、キョンキョンが去ってしまいました、ちょっと一抹の寂しさはあるんですが、さっきちょっとキョンキョンと話してたんですけど、19で最年少で、自分がオールナイトニッポンやったっていう話を聞いてふと思ったんですが、僕は今56歳なんですけども、もしや最年長ではないかと、初体験としては、そんなことを考えるとその話題もあったなぁと、いろいろ考えながら、またね、キョンキョンという時間を持ちましたが、それでは、ちょっとここら辺からまた、実はこの夏公開されております、タミオの幸せという映画についてもちょっと触れてみたいと思います。僕はもともと舞台の役者志望として、ある劇団の研究生になったんですけれども、六本木に自由劇場というのがありまして、学生時代にそこにちょっと入ったんですけれども、あまり馴染めずにですね、田舎者だったんで都会都会と憧れてたんですけど、六本木も都会で、そのひたすら都会に憧れるあまり六本木の自由劇場に入ったんですけども、なんて言いますか、ちょっとやっぱり肌に合わないなと思って、いやこれは自分のやる仕事じゃないなと思いながら、友達もできるしということで、とりあえずずっと舞台ばっかり続けてきた、人間なんですけれども、ある時映画を撮ってみないかと言われまして、その間もずっと映画は好きだったんで、それはオムニバスの25分か30分ぐらいのドラマ映画だったんですけれども、それを初めて、初めてといっても、さっき56歳って言いましたけど、僕はその時36か7ぐらいだったと思うんですけれども、初めて撮った映画がありまして、それをこう監督することになって、最初に撮影現場に行った時に、道端でトラックがこう通過するようなシーンを撮ったんですけども、それがカメラマンがクレーンに乗って上の方に上がっていって、撮ってるから、それを見た瞬間に、あれ舞台と全然違って楽しそうじゃないこれと思って、それからもうオムニバスだったんで1週間ぐらいで撮り終わった映画なんですけど、その主演が藤井フミヤさんと荻野目圭吾さんが主演の映画だったんですけれども、1週間終わった時にあまりのこうなんて竜宮城に行ったような感覚で、もうあまりの楽しさに、それから映画は楽しい楽しいと言い続けてたんですけれども、まあ目先の仕事がどうしたって舞台の話になるんで、舞台をやることが主になるんで、あんまり映画を撮る機会もなくて、まあそれから4年ぐらいしてから、まあ長編の映画を1本撮らせていただいて、それも楽しかったんですけれども、それからまたやっぱり舞台舞台舞台と続いて、来ておりまして、で僕時々役者として映画の現場にも行くんで、結構映画の現場に行くと待ち時間とかが結構あって、ぼーっとしてる時間もあるんですけれども、ある時、ぼーっとしてたらプロデューサーの人がうろ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 してたから、その頃僕ちょうど自分が映画を撮りたいなと思い始めた時だったんで、ちょっとってプロデューサーを呼び止めて、映画の企画が5本ぐらいあるんだけどちょっと聞いてくれるって言って、それで、その映画の企画を5本ぐらい話したら、そのうちの1本タミオの幸せっていうやつが一番自分としては面白いと思うっていうんで、わかりました、じゃあその本を書きますって言って書いて、まあいろいろその間に紆余曲折あるんですけれども、まあ簡単に言うとそれが今回映画化されたっていうようなことなんですね。でその前に、そのなんで映画を撮りたくなったかっていうと、役者として工藤官九郎くんが撮った真夜中のヤジさん北さんっていう映画にちらっと出た時に、工藤くんは舞台の仲間として結構昔から知り合いなんですけども、すっごい工藤くんが楽しそうで、もう憎たらしいな、この楽しみを工藤くんだけに分けてあげるわけにはいかないということで、もうひたすら自分で映画を撮りたくなって、さっきの話になるんです、企画を持ち込んで自分で、それでこのタミオの幸せっていう映画は実は20年ぐらい前に考えたものでありまして、当時僕は、よく CM のコンテを頼まれててですね、いわゆるなんか15秒ぐらいのいわゆるもうネタを考えてくれって言われて、
ある時さ、お酒の CM を頼まれまして、その時に父親と息子の会話を、15秒ぐらいの会話を書いたことがあって、お酒が真ん中に置いてあって、その息子がすごい偏屈な息子で、大学を11年浪人してるのに、全然遊ばないで勉強ばっかりしてるっていう男の子に、お父さんが、お前ちょっとたまには遊ばないとダメだよ、とお父さんが業を煮やして言うと、息子が、だって俺、天才だもん。って言って、お父さんがその理屈はわからないなっていう、ただそれだけの会話だったんですけれども、その父親と息子の関係がなんかちょっと面白いなと自分で思ってる時に、あるテレビ局の人にテレビドラマを書いてくださいって言われて、何でも自分の好きなこと書いてくださいって言われて、その二人の関係を一本のドラマに膨らまして書いたのが、この民夫の幸せっていうものの原型なんですね。で、その父親を役をやってくださったのが原田芳雄さんで、息子役をやってくださったのが小田切丈君、で、あとそれにその小田切君がそのCM の話をしてた時には、その大学浪人の話だったんですけども、映画の中では、お見合いを繰り返しては断る、とにかく結婚をしない息子を一人前にさせたいと思ってるお父さんが、お見合いを進めては、失敗し、みたいな、やっと結婚することになったっていうシチュエーションから始まる、映画です。オールナイトニッポン公開中の映画民夫の幸せについて話しているんですが、さっきも言いましたように、僕はもともと舞台を多くやってる人間で、映画を撮らせていただくっていうのが非常にこうハッピーなことなんですけれども、よく取材なんかで舞台と映画の違いは何ですかってよく聞かれることがありましてですね、映画はとにかく健康にいいと言い続けているんですけれども、それはどういうことかと言いますと、舞台は基本的に終わりがないんですね。OK っていう時間がなくて、毎日毎日、一つの窓のないような部屋で、一月もずっと閉じこもって稽古をして、しかも、どこが終わりなのかわからない、ずっとひたすら、昨日より今日、今日より明日が良くなろうというような努力を繰り返して舞台に立った時にお客さんが入って、それでもなお、まだダメだとは思いながら、千秋楽が来てもまだ完成しなかったみたいな印象のものなんですけれども、映画はカットを取り OK って言った瞬間に、終わっていくんですね。で、次明日になればまた別のシーンを取り、はい OK って言って終わっていくっていう、このハッピーな状態で人間関係が終わっていけるっていうのは、すごく僕にとってはすごく健康にいいなというような状況がありまして、舞台だとちょっと調子に乗ってる役者見るとすごい意地悪な気持ちになって、何調子に乗ってんの、明日ダメでしょみたいな気持ちになるんだけど、映画そういうことなくてね、非常にこう人間関係にいいなと、ましては健康にいいなと、でとにかくロケ場所が日々変わっていく。で、さっきも言いましたように、舞台の場合はずっと部屋に閉じこもって椅子に座ってじーっと人の芝居を見てダメとか言いながら、一月を稽古期間を過ごし、それで舞台になって、まあお客さんが入るとそれなりにこう盛り上がったりはするんですけれども、なんか生理的にまずこう舞台と映画、まあ演出家としてですけれども、違いがあって、そこら辺がちょっとこう映画は時々やらないと体に悪いなというような感じを持つものなんですね。